ラムちゃん、なんかね、プロデューサー情報によると、イクトったら、この間、逃げてる途中に、アムちゃんのベッドの中に入り込むというね、とんでもないことをやりやがった。何やってんだよ、おい。こら、中村。中村じゃねえや。こら、イクト。お待ちしています。それではここで一曲。カラオケで中村雄一が歌うと死ぬほどかっこいいです。また歌ってくんねえかな。この間は恥ずかしいで一周されたんだから、絶対歌わせよう。天空のエスカフローネ、アニメ。いやあちゃーねえ、最近中村雄一と、なんかバイオハザード5が一区切りついたから、なんか一緒にできるゲームとかねえかなって言って。な、ほんと、また俺の手引でビッグカメラに行ってね。なんか面白いオンラインゲームねえのかよって。せっかくだから杉田と一緒にやりたいんだって。何かと俺と一緒にやりたいって言ってんだけどね。どうしたんだ中村。とりあえずね、ドラクエがちょっと延期しちゃったから、昔やってたファイナルファンタジーを、オンラインを今やろっか、みたいなね。そう。ちょっと調べたら俺まだデータ残ってた。解約してなかったんだね。で、中村もウェルカムバックキャンペーンつうのがあるらしいのね、って言い始めて。でも、二人でなんか不器用にレベル1から始めねみたいなね。サボジョブなしでみたいなね。どうなっちゃうのかな、今後の展開にご期待ください。はい。メジャーな。ちゃんと五郎くんの、と、トシくんの真似をする中村がほんと面白くって、この間のメジャー再現してよ。再現してよって言って。ちょ待ってよっていうとか、それが初めて森久保さんの真似っていうのが俺らの間に流行ったのね。そしたら本物の耳に入っちゃって、そしたらボーリング番組かなんか、忘年会かなんかに出た時の中村が、森久保さんがね、中村くんは、業界でも珍しく、僕の真似をするらしいじゃないですかって。ちょっとトゲのある言い方ですっげえ怖かったんだよ、森久保さん。ね、そしたら中村が無茶ぶりされて、ちょ待ってよってやってたんだけどね。後で俺に、いや、ちょっと目が笑ってなかったんだよな、ってね。あるある。あるある。その後のトシ君の真似の方が本当は笑えないんだけどね、中村のやる。グーグーってやつがね。怖いわ。はい。というわけで。まあ皆さんと同じドラクエマッチという感じです、ね。ああ、ファイナルファンタジーやろうよ。ちょっと待ってください。11。まあ確かに、以前ちょこってかじりました。ほらかじりましたけど、十分じゃん。これ危険だと思ってやめたんですけど、あれ今何でも、この公式の方で、戻れるサービス的なことをやってるというのが、中村がスケニーにしつこくメールして、はい、キャラ復活してもらったらしいからね。そしたらこの間電話がかかってきて、はい。おい、杉田。キャラ復活したのはいいんだけどよ。俺やりすぎだわ。なんかいろんなジョブがレベル75でよ。合成も木工が100だぜ、100。100って最高じゃねえかよ、お前。仕事してましたよね。はい。二人いるのか、中村さん二人いるのか、そうだ、こんなレベルだよ。もしかして。以前の中村はそんだけやって FF をやめてたらしいんだよね。あ、まあ。で、今、再開して。再開しちゃいましたか。横にいる田中も同じサーバーにいるから。マジっすか、うん、そうだよ。まあ、ボイスチャットもやりながらね、Xbox を繋いでパソコンを立ち上げるって荒技をやるからさ。あ、それいいっすね。ボイスチャットはいいっすね。うん、そう、また3人とも声が低いんだよ。はい、ね。ですよね。あと最近さ、はい、田さん、岡本さん、スタッフの皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。いつも楽しく聞いております。ロードオブバミリオンのお話も面白いのですが、1回目のエンディングでチラッと話していた戦場の絆についても語ってくれると嬉しいです。私は2年ぐらいプレイしている両軍大佐。最近は降格条件が厳しくなったので、学ブルしながらプレイしてます。学ブルね。私は友達が少ないので、ほとんど野良で遊んでますが、杉田さんは中村さんとバースをして、あーって感じだったりするのでしょうか。そのあーってどう書いてあるんですか？え？あーって書いてある。あーってね。違う。本当だ。うん。入っちゃった。よくあるんだよ。俺と中村と、はい、まあ、他の友達3人で、ザクで挑んだら、はい、中村が、おい、ガンダムじゃねえか、あれ。あれ、ガンダムじゃねえか。かっこいい。なんだ、それ。くそ、ガンダム。ちょっと待せてくださいよ、グラム映画やる前だったから、今やったらもっと面白い。そうですね、ガンダム。ガンダムって言って、突っ込んでたから。待てよ、中村って言って。ザクじゃ無理だって言って。俺もスナイパーだから、ザクの。今外れたんすかみたいなテンションで。ちょっと恥ずかしかったね。ちょっと待ってください。70なんですか？ 70 代だ。70代ですか？でも、どんだけやってるんですか？70代のレベル1個しかないから。中村みたいになんか3、4個あったりしないから大丈夫。おかしいな、うん、量産型なんですかね、中村さん。あいつおかしいよ。おかしいな、明らかに仕事終わった瞬間に電話が来てんだよ、俺のところに。おかしいっすよ。おすぎだ、帰ったらやるぞ。お前も早くプラグイットしろよって。かっこいいな。そんなところでウェブダイバーネタすんなよ、お前。ウェブダイバー、うん。そう、今から俺もプラグイットって。でも明らかに後ろでお疲れ様でしたって声が聞こえるんだよね。あいつ番組終わって直帰かよっていうね。直帰？直帰して11。うん、そう。みんなが待っているみたいな感じですね、完全に。うん。
つうか、まあ、俺なんだけどね、みたいな。ですよね。ざまあねえぜ。で、僕らぐらいメールコーナーです。ね、あの、FF11 一緒にやってんだけどさ、この間中村にすごい面白いこと言われた、ね。そうなんですよね。中村さんが、やっと俺に心を開いてくれたのか、うん、なんか、世界中のみんなが二次元行きたがってると思ってんじゃねえぞ、こわもてだったらって調子に乗んなって罵られました。おい、ふざけんなお前、こわもてだったら調子に乗んなお前おい、ほらって言って、リンクシェルに梶田君を紹介するときにお前いきなり二次元に行きたいとか言うなよって言うんじゃねえぞお前って言って念を押されて、うん、でもちゃんとリンクシェルで紹介するんだみたいな、はい、そこら辺のもうツンとデレの比率がたまんないですね。何を言ってるんだお前、お前バカじゃないのお前、頭の中で早乙女春斗で聞かれたろお前、ふざけんなよ。アウト可愛いっすよね、めっちゃうざいよ何を言ってるんだお前は。だってマクロスフロンティア何、誰一番好き？マクロスフロンティアで一番好きなのは、うん、最初クランクランだったんですよ。あ、タイね、はい、はい。で、あのマクロスエースかなんかの、うん、ピンナップで、うん、女装してるアルトと、うん、まあなんか兄の姿が乗ってまして、あの、病んだ少子な、あの、病んだ絵な、もうこれ来たこれと言い始めてんだよ。目覚め始めました。確かに僕の地元の友人も、杉田の出てるマクロスっていうのは本当になんか魅力的なキャラクター多いな俺、青い髪の子が好きなんだ青い髪って、うん、あ、タイかななんて思ってたら、いや、そうじゃない、もっと落ち着いた感じのって、ん、ちょっと待ってって言って、それ以上やつに関してはもう俺は何も知らない。ああ無理、仕方ないですよ、無理無理、アビスゲート開いてる。そりゃ杉田さんが仲間さんに夢中になる理由もわかります。うるさいよ笑いすぎださあ、怖くてしょうがなくて、初代ありがとうございます、もうガタガタ震えながら当時なんてもの進めてくるんだあの中村って男はって思いながら、ね、中村さんもありがとうございますねえ、中村ね、実はあいつの方がコープスにこう触れた機会は早かったっていうのが ね衝撃の時代が、なんか一説面白くて、素晴らしかったですね。中村の良しきやばいですね。あいつ、うん、不良キャラがもうすごいですね。うん、ちょっと急げよ田中、どこ行くんだよ。走れ良しき。中村、お前もっとダッシュできんだろ本当は。うん。良しき走って。やめてくれよあれ本当に。でも私ね、ここに来る前に、うん、あの聞いたんですけど、杉田さんはすごい中村さんが好きっていう話を。ああですね。はい、ですね。間違いなく。間違いない。何を言ってるんだよ。中村は昔から友達だよ。そうだよ。どんなことがあってもな。そうですね。この辺も随分とイチャついてらして。一緒にカンパニーしただけだよ。なるほどね。カンパニーしただけだよ。初めて鬼教官中村が今頃お前にって、あのカンパニーってあの戦争をするんだよね、あの獣人って言われるその、まあ、FF の世界で支配する獣人たちと戦争するなんかあ新システムがあってね、それをこうやったことないからカンパニーやりたいよって言ったら、よしじゃあお前にたっぷり仕込んでやるからなって言って鬼教官のようにバカそうじゃねえよってウェポンスキル使うなってね、カンパニーは一体をうまくキープして長く戦闘をやってポイントを稼ぐんだって。あ、なるほど。バカ、ウェポンスキル撃つなっつったろって今から俺がもう一体釣ってくるから待ってろって、でも釣ってきてはくれるんだみたいな、ネタ積んでねキャラは釣ってきてくれるんだみたいな。なるほど、うん、まあそんなこともあるけど、ああもうまた中村の話しちゃったいいと思います。私もそういうのを言ったい。ゲームですね。そうそう、それか他のゲームやってるのね。あ、でもそれはちょっとわかります。私も移動時間はゲームの時間です。そうそう、で、あの前衛にいる中村のドムトローペンがちょっとも落ちないんだよねあいつのドム超強い。本当ですか。ちょっとあのラジオじゃないやつでも行きましょうよ。今からあのピピ野郎に俺のスチルームファーストでとどめを刺してくるぜ、見てろザコがあのここ音声でね、そうそうあの通信で ね、 やたらいい声でいいですね、臨場感ありますよ。あいつの名言が弱いから死ぬんだよもう前何キャラだよ。スチュールファーストまだダブルを出る前だったから、すっげえ面白くてお前はいつかガンダムと戦ってほしいわと思ったら本当に戦っちゃったね、その後ね。いいですね俺スナイパーで後ろから撃つやん。あ、そうなんです、よかった。じゃあ、あの中村の名言を、じゃあ三平さんに、はい、俺の後にじゃあ三平さんも言ってもらおうか、はい、まず俺から、うん、弱いから死ぬんだよ弱いから死ぬんだよ。はい、というわけでそんなことよりゲームやろうぜ。今夜は Wii 用ソフトモンスターハンター3をお届けしました。